偏光顕微鏡、偏光顕微鏡、偏光顕微鏡、ポーラーゼーションマイケレスコープ、またはポーラーイッシングマイケレスコープは、光学顕微鏡の一種。資料に偏光を照射し、光お及び複屈折特性を観察するために用いられる。偏光特性は、結晶構造や分子構造と密接な関係があるため、鉱物学や結晶学の研究で多く用いられる。 他、高分子化学や液晶の研究、細胞の変更性構造の研究などにも用いられる。通常の光学顕微鏡では、資料の変更特性を観察、可視化できない。これは、人間の目に変更特性がないためである、例外的な現象として、ハイリンガーのブラシがある。変更顕微鏡を用いると、資料の変更特性を起動、または、 色の変化として観察が可能となる。構造上の最大の特徴は、コンデンサ部及び大物レンズと、接眼レンズ間の2箇所に配置された2個の変更板である。コンデンサ部の変更紙によって資料に直線変更を照射することを可能にしている。1834年、または1845年に英国で発明されたとされる。コンデンサ、 およびベルトランレンズを用いずに観察を行う方法である。変更顕微鏡観察では通常この方法を指し、この時資料は通常の光学顕微鏡観察の時のように資料の形が見える。航路に変更紙のみを差し込んだ状態で観察を行う場合をオープンニコル、開放ニコルと呼ぶ。資料プレパラートを入れない状態で接眼レンズを除くと名詞や、 光源色の白から薄い黄色にいる。例えばここに、加工岩の白片標本を入れた場合、肉眼及び通常の光学顕微鏡では、白色透明に見える、石英、超石は、鉱物種、結晶の方向に従って原稿が起こり、白色灰色黒色と変化する。ステージを回転させるとこの原稿は変化し、その周期は90度角ごととなることが観察できる。これは、 石英、超石は変更特性を持つため、光源からの直線変更が角度依存で原稿を受けたことによる。これを利用して資料の形、色、屈折率などの測定を行う。河炉に変更紙に加え、変更紙を差し込んで観察を行う場合をクロスニコル、直行、ニコルと呼ぶ。この状態で資料プレパラートを入れずに、 接眼レンズを除くと暗視矢に見える。これは二つの変更板によって光線が遮断されているためである。ここに花崗岩の白片標本を入れた場合、石英、長石などの構成鉱物が変更を乱すため、鉱物種、結晶の方向に従って光って見える。オープンニコルの場合と同様、ステージを回転させると90度角ごとに増光、減光が起こる。 また、変更特性によって位相が乱されることにより、紫色、緑色、青色、白色、オレンジ色などの干渉色観察される。この造光現行周期は、昇降角と呼ばれ、ステージの目盛りを用いて、測定を行うことができる。この角度は、鉱物依存であるため、同定に用いられる。また、資料によって発生する位相差の量を、リタデーションと呼ぶが、 色変化を利用して、これを測定できる。干渉色の変化を明瞭に観察するためには、鋭ン色板を挿入する。これは、通常530ナノメートルの位相差を発生させる、光学素子で位相差のわずかな変化を明瞭な色変化として確認できる。また、位相の方向を知るためには1、4波長板を利用する。挿入による色変化によって、 位相ずれの方向を検出可能である。コンデンサとベルトランレンズを光学系に入れ、対物レンズの射出瞳を直接観察する方法である。この観察法では、資料の形は測定できず、資料を通過した光によってできる干渉を渦を観測することのある。この方法は、資料の一軸性と二軸性の識別や、光軸角の測定に用いられる。岩石や、 鉱物の観察において汎用される。岩石は多様な鉱物が混在したものであるが、これはただ名視野で観察するだけでは混在する。鉱物の種別が困難であるか、事実上不可能である。変更顕微鏡を用いて観察すると構成する。鉱物の種類によって変更特性が異なるため、岩石組織中の構成鉱物を見分けることができる。これによって、 岩石の地質学的な由来へのアプローチが可能となる。変更顕微鏡は結晶の構造決定にも役立つ。例えば塩化ナトリウム水溶液、食塩水を常温で再結晶させると、サイコロ型の結晶、立方症となることは有名である。この結晶は変更特性を示さず、変更顕微鏡で観察しても特徴は見られない。しかし塩化ナトリウムは、 摂氏0度以下では2分子の結晶水を持つようになり、この時の結晶構造は単写症を取る。これは変光特性を示すことが変更顕微鏡で確認できる。生物学においては変更性組織の観察に用いられる。例えば、生物骨格は変更特性を示すため微小生物の骨格を非破壊的かつ簡易的に測定できる。また、 アクチン繊維の挙動の観察などにも用いられる。現在では、防水体は細胞分裂の際に形成される組織であり、その正体は微小管であることが分かっているが、かつてはこれが観察を行う、際の処理によってできる人工的な組織、アーティファクトである可能性があるという説が存在した。偏光顕微鏡は防水体の観察に活躍し、 アーティファクト説が退けられた。他にアミロイドや尿酸などの生体に沈着した結晶質の異常の観察にも役立つ。偏光顕微鏡は石綿の測定にも利用される。石綿は建築現場の解体の際などに問題になるが現場に石綿らしきものがあってもそれはグラスウールなどであるかもしれないし、 調査が必要なサンプルには天然繊維や化学繊維クズなどが混在していることが多々あるため石綿の確実な存在確認は容易ではない。ここで石綿は変更特性を示しグラスウールは通常変更特性を示さないという特徴を利用することで有機繊維を除いたサンプルは変更顕微鏡による判別が可能となる。ガラスは歪みを加えると変更特性が変化する。 例えば、ひびの入ったガラス板を、クロスポーラ下で観察すると、ひび進行部周辺が白くなっていることが観察できる。このことを利用して、ガラス製品の不良を検査できる。ガラス細工を行う際、加工後の熱処理、アニーリングを適切に行わないと、内部に歪みが生じたまま固化しその部分が、物理的に脆弱になる。このようなガラス製品は不良品であるため検査を、 行う必要があるが、変更を応用すると歪みを目視確認することが可能になる。変更顕微鏡は微細なガラス製品の製品検査に利用される。変更顕微鏡で岩石や鉱物を観察する際にはその厚みを20から30マイクロメートル程度まで薄くする必要がある。一般にこれらの資料は硬いため、生物学におけるプレパラート作成とは異なった。 方法が必要となる。まず、岩石カッターと呼ばれるディスクグラインダー状の機械を用いて、資料を数ミリメートル厚に切り出し、大まかに成形する。これを切削、真滅させて、薄くさせていくことになる。回転する金属板にカーボランダムを付着させ、水を流しながら回転させて、回転と石とする方法が一般的である。 長さの測定器や投稿度を見るなどして均一に削れているかを確認し適当な厚みになったらスライドガラスに乗せバルサムや封入剤を用いてカバーガラスとの間に封入するこれによって岩石プレパラートは調整される砂状の資料の場合は生物細胞などと同様簡単に封入作業は行える脆い資料の場合は真空引きし 合成樹脂を含浸させるなどして固化させ、生物資料の放米に近い切断する場合などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。